こんにちは、岡崎です。OK 先生です。今回は中学生の国語教科書、変わる動物園のあらすじ解説漢字確認をやっていきたいと思います。みんな、動物園行ったことある？ OK 先生は結構行ってます。その動物園が今大きく変わろうとしています。そして動物園はよりみんなの身近なもの、楽しいものになっていきます。この動画を最後まで見てもらえば、またきっと動物園に行きたい、そういう気持ちになってくると思います。このチャンネルでは中学生の国語教科書の解説動画を配信しています。全学年、全出版社の解説動画を配信していますので、みんなが今持っている教科書も必ず再生リストの中にあるはずです。探してみてください。現在、週に3回以上のペースで動画を配信していますので、チャンネル登録してお見逃しのないようにしてください。それでは、変わる動物園の解説やっていきます。変わる動物園って言ったら、変化してるんだよね。じゃあその変化、今はこんな感じの動物園で、それがどういう風になろうとしているのか、この2つを比べることによってはっきり分かってくる。まず現在の動物園はどうなっているのか、それは鉄の檻、その中に動物がポツンといる感じね。ライオンとかトラとかが鉄の檻の中に閉じ込められてるっていう感じ。コンクリートの檻があって、観客と動物っていうのが分けられてる。その堀の周りにはたくさんの観客、お客さんが動物を見てる、見学してるわけ。人間は動物を見る側、見学する側で、動物は見られる側。動物園の動物の仕事は人間に見られるだけ。これは人間優位の考え方。いくら人間だって動物に何やってもいいわけじゃないよね。狭い檻の中で餌だけはあげるけど、その他に動物にすることはない。そこで人間に見られるだけの毎日、それが死ぬまで続く。動物園にはそんなちょっと悲しいイメージもあった。だからみんなが動物園に行った後、覚えてるのは動物の姿だけ。動物が過ごしてる檻の中とか、コンクリートの堀の向こう側にいる景色っていうのはあんまり覚えてない。動物を見に行く、それが今までの動物園だった。でも今から十数年前にアメリカで新しい試みが始まりました。その名は生態的展示。動物が住んでる生息環境を動物園の中で再現しようっていう試みです。動物が住んでる生息環境、それはどんなのか。例えば、朽ちた倒木、ね、枯れて倒れちゃった木とか、ほら、木にある穴、そういったものは人間にとってはね、ただ単に邪魔なもの。でも動物にとっては、それは自分の生活する大切な場。朽ちた倒木やほらが動物園の中にあれば、動物は自分の習性や行動を発揮できるっていうわけなんです。もしこれがね、鉄の檻の中に動物が閉じ込められてるだけだったら、動物はその中をぐる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 行ったり来たりするだけ、もしくは寝てるだけ、そんな風になっちゃう。でも動物がそこで活動できるような場があれば、みんなは野生動物がどんな行動をしてるのか、動物園で理解することができる。動物への理解が促進されるっていうわけなんです。これはバイオームを展示することでもある。バイオームっていうのは何か？それは特定の気候帯に生活する動植物、それを一つのまとまりと考えるのがバイオームです。動物がなぜそこで生活できるのかといったら、まずは気候がある。寒い気候なのか、暑い気候なのか、雨はよく降るのか、ほとんど降らないのか、そういう気候があって、それに合わせた植物が生えてくるわけ。で、その植物に合わせて、動物たちはそこで餌を取ったり、自分の住処を見つけたりするっていうわけなんです。それぞれの動物に合った気候帯とか植物っていうのがあるわけ。それを一つで捉えたのがバイオーム。
動物園にそのバイオームを作り出してしまおうっていうのが生態的展示です。例えばね、こういうの。アフリカのサバンナ。それを動物園の中に出現さす。そこにはアフリカのサバンナで生えてる植物を生やす。そしてその中でキリンとかライオンとかを飼っていくわけ。その他にもツンドラの気候帯、植物を出現させるわけ。ツンドラって言ったらめちゃくちゃ寒いからね。木とかは生えてこない。そういった気候の中で生活してるのはホッキョクグマとかだよね。それぞれの動物に合わせた環境とか植物を用意してあげて、そこで動物たちに生活させるってわけ。だから観客は、お客さんはね、動物だけを見るんじゃない。今までの動物園だったら動物だけを見てた。言ってみたら生物学の勉強をしてたってわけ。ああ、これがホッキョクグマなんだ。これがライオンなんだ。動物だけを見てた。でもこの生態的展示では動物と共にその環境全部を見るわけ。その環境の中で動物はどういうふうに生活していってるのか。他の植物と動物の関係。それをまとめて捉えるのが生態学。生態的展示では生態学を学ぶっていうわけなんです。そこではね、動物に出会う体験っていうのも準備されてるの。動物園の中の地形の起伏、高いとことか低いとことか利用して、堀とかは全部植物で隠されてるわけ。で、中で動物たちが生活してる様子を、人間たち、お客さんたちは橋の方からね、静かに観察するわけ。だってそうでしょ？森の中で鳥を観察しようと思ったら、ワイワイガヤガヤおしゃべりしながら観察する？そんなことしたら鳥たちは逃げていっちゃうでしょ。だから静かに、ね、動物園の中でも生態的展示やってる時は、動物たちが今生活してるから、それを邪魔しないように、橋の方からじっくりと動物たちを眺めることができるわけ。ここには従来の動物園、動物は見せ物、たくさんの人間がその動物の周りを囲んでワイワイガヤガヤその動物を眺めてる、そんなイメージはないわけ。まるで自然の中で動物に出会ったような、そういう体験が動物園の中で準備されてるわけ。そこでお客さんたちは生命の意味とか自然の価値とか動物の生きる権利、こういうことを学んでいくんだね。どう？なんか楽しそうだよね。日本にないのかな？生態的展示やってるとこないのかな？って言ったら、あるんだね、日本にも。例えば、上野動物園とか、天王寺動物園、富山市ファミリーパーク、こういったところが生態的展示を取り入れてます。上野動物園はゴリラと虎の森。天王寺動物園はアフリカのサバンナとか、アジア熱帯林、そして、富山市ファミリーパークでは、トンボの沢って言ってね、無脊椎動物の生態的展示が行われてます。無脊椎動物って言ったら、背骨がない生き物のこと。例えば、昆虫類とかね、トンボの沢、トンボには背骨ないからね。そういった昔の日本人が慣れ親しんできた、昆虫たちが生息している自然っていうのを動物園の中に作り出してるんです。詳しくは下の説明欄にリンクを貼っておきましたので、後でじっくり見てください。変わる動物園、まだまだ変わっていってるところがあるよ。それは説明板。以前の動物園だったら檻の中にいる動物の前にその動物の説明が書いてある板があるよね。でもその説明板あんまりみんな読まないよね。そこにも工夫がこなされてます。サインと呼ばれるグラフィックを多用した解説版です。グラフィックっていうのは絵とか写真とか、もう目で見てパッとわかるように工夫がされた解説版。そこには動物のことだけじゃなくて、その動物が住んでる生息地の状況とか、それを取り巻く人々の思いなんかも書かれてるわけ。例えばね、ニューヨークのブロンクス動物園の中にある鳥の生態的展示では、その鳥たちがだんだん生活する場を失っていってるっていう状況。人間が住宅を開発することによって、鳥は自分たちの住む場所がなくなっていってるっていう状況。それに加えて、人間がそこに入っていくわけでしょ？
で、人間が飼っているペット、犬とか猫とかがその鳥たちを狙って、その鳥は二重の脅威にさらされている。つまり住宅開発、自分の森がなくなっていくっていう脅威と、人間が連れてきた犬とか猫とかの脅威、その二つの脅威にさらされているっていうことをサインの中に書かれてます。他にも、雪氷のサイン。雪氷っていうのはヒマラヤ高地に住んでる氷。だからまずはみんなね、生態的展示だから、その起伏が激しい中をね、こうゆっくりゆっくり進んでいくのよ。で、岩場のところからね、こうやって向こうの方に雪氷がいるなってこうやって見るわけ。で、その雪氷を見た後、サインを見るわけ。今、雪氷を取り巻く状況はどうなってるのか。それがいろんな角度から書かれてるわけ。一つは研究者の角度。研究者は今、雪氷が絶滅危惧、ね、絶滅の危機に瀕してるっていう状況を説明してます。その他にも、農民は逆に雪氷によって自分たちが飼ってる大事なヤギが襲われてしまった。それを嘆き悲しんでる様子がサインにも書かれてます。そして、その雪氷とかヒマラヤ高地を管理してる人たちの声も入ってる。その人たちは密猟者を追いかける苦労、それについて語ってます。こういうふうに雪氷を取り巻く人々でもいろんな思いを持って雪氷を見てるんだね。このように生態的展示がある動物園では、ただ単に人間が動物を見るっていうだけじゃなくって、人間と動物の関係をもう一回考え直す、そういうふうな場になってるっていうわけなんです。どうですか？今回の話、変わる動物園。もう一回この文章を読み直して、そして実際に動物園に行って、人間と動物の関係性、それをみんなが考え直してみてください。それでは今回の授業を終わりにしたいと思います。いつもコメントリクエスト、いいねボタンを押してくれてありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。